皆さんこんにちは。こんにちは。ティモンリーダーの栗です、今日なんですけれども、ついにですね、やってまいりました。ここはですね、宮崎県の高原町というところに来てるんですけれども、なんとですね、あの有名なジブリでキャラクターがね、キャラクターがなんかいるっていう噂をお聞きしまして、やってまいりました。なので早速ですね、ちょっと行ってみたいと思うんですが、なんか普通にね、田舎っていうとちょっと失礼かもしれないですけど、まあ、すごい静かな感じのところなんですけれども、はい、行ってみたいと思います。駐車場ありますよ。ちゃんとね、まず車を止めれる駐車場があって、ここにね、いろいろ注意書きがありますね。で、一応あのすぐそこにですね、一般の方の民家があるんで、ちょっとそこは映せないんですけど、民家があるんで、まあそこ注意しながら見ていきたいなと思います。マナーを守って、うん、マナー守ってください。最初にほら、まずこれをしないといけないんじゃない。これは何、これ、ご自由にご覧ください。なんかほら、買ってもいいらしいよ。綺麗に買っときよ。やっぱ今はさ、うん、この世の中だからさ、アッキメッサツやる。あ、いいね。買おう。こっちはまずこのアッキメッサツを買います。100円、値段書いてる、うん、100円だよね、書いてる、うん、失礼します。なんかペイペイでも支払いできるっぽいよ。ペイペイ、うん、あ、これでバーコードある、すげえ。ではでは、ペイペイを私最近使っております。ここで、ここでペイペイを使う。ペイペイで、おお、おお、全部払ったから1個もらおうか、うん、払いましたね、うん、すげえね、ペイペイが使えるってちょっと予想外ね。さっきめっさついこう。絶対本当はこっちだろうけど。これ、アッキメッサツ。あ、いいね、いいね、いいね。で、ちょっとこっち側も、うん、ちょっとせっかくだからね、だからね、100円入れます。はい、どれにする？100円のやつだか、こっちかな。なんかこの夕方っぽいのがいいね。あ、いいね、それ、こっちが手に入れたのが、あ、いいね、いいね、これ好き好き、なんかなんか、はい、やっぱちゃんと締めましょうね、ね、お金も入ってるんで。いいね。で、次はアマビエさんですね。アマビエさんの看板。アマビエさんって、え、アマビエ知らないの？知らない。嘘でしょ。マジで世間は知らないな、お前は。これも回していきましょう。おお、いっけ。お、幻のレアバージョンがいいね。はい。おお、このカラーのやつ。アマビエ缶バッチ。赤。ま、普通でね。ピンクかな。あ、お、おみくじ付きじゃん。小吉。なんて。あなたの心を平和にして3人のために尽くせば吉です。まずはあなたの友達と仲良くしましょう。そしてあなたの周りからだんだん平和の気持ちを広げていきます。そうすればあなたとその周囲には春風が吹いてきます。あ、先は長い。小吉いいね。まあまあ悪くない。でもう一個最後やね、どんぐりおみくじ。どんぐりおみくじとかあるんだ。これはね、俺ちょっと気になった。へえー、このどんぐりおみくじはちょっと気になった。こちらも引いていきましょうか。あ、全部引いて。どんぐり入った？入ってた。本当だ。これ本物？作り物かな？作り物かな？でもちょっと可愛い。可愛い可愛い。可愛い。可愛い。で、そしてどんぐりおみくじ、運命やね。これ大凶丸らしい。さあ、どんぐりおみくじはいかに？おお！大吉。無駄に引きが強い。今日なんだこれ。今日だね。今日の本日のあなたは最高です。後半戦。することがすべて幸いの種となります。心配事もなく。嬉しい一日です。こんな日は脇目を振らず自分の仕事や勉強などすべきことに専念するとその運気はいよいよ盛んになります、うん、戦いなさい。戦います。戦いなさいって言われて、じゃあ小吉はここに目結んでいこうかな。こういうとこあるんだね。噂には聞いたけどね、うん、え、本当に言っちゃ悪いけど結構田舎よ。まあまあまあ、はい、じゃあそろそろ本題ですね。これ見えるかな。ありますね、はい、使い方レンタルということで、なんかこの女の子がやってるやつ、うん、レンタルっていうのがね。ここもペイペイで払えるのがいいね。すごいね。ペイ払いました。
りあえず傘持ってトトロの隣に行って。森は高原町ゲストハウス永田。そしてついにご対面。こんにちは。佐藤さん、元気ですか。でっけえね。まあまあでけえね。とりあえず傘差してくんない。はず。早く傘差してくんない。うん。見ててね、まあ、面白いし、すごい絵にはなるけどね、シュールよ、結構。いい。うん。じゃこんな感じでしたね。はい、まあ、というわけで。はい。とってもありましたけれども、本当ちょっとした感じだけど、でも、まあ、結構いろんな人もなんか多分見に来たりとか、うん、まあ、近い人しかちょっと来れないかもしれないけど、まあ、機会があったら、機会があったら来てほしいですね。来てみてほしいなと思います。はい、じゃあ以上です。